旅館入ったと思ったら外に出るんですね。日本家屋がオートロックなんてたまったもんじゃないですか。今日の七尾のファッションチェックです。最近流行るルックブックってやつ。こちらどこで買ったかは覚えてない服と、どこで買ったかは覚えてない服と、あとこちらどこで買ったかは覚えてない服でございますね。待って、なんか歌が光りそうなんだけど。柄と柄ってさ、なんかセンス悪いよって思われる気もしますけどね。古着っぽい服かける古着っぽい服に下がマーチンみたいな感じで、ちゃんとした靴みたいな感じで、下で締めてあればね、僕に何でもいいんですよね。ドクターマーチンイコール本当の自分デビュー。はいはい、ちゃばんをさておきまして、さっさとルームツアーをしやがれバカ野郎。そうなんです。まず一目で分かったと思いますけど、まず皆さん2階があるんですね。で、なんで2階があるかと言いますとね、狭いんですよ。で、1階がいきなりこのベッドですね。うん、ちょっとあの MacBook を早期にどけろ。で、日本家屋かと思いきや、こちらは外国っぽい感じでね、和洋折衷マジマンジスタイルですね。なんで僕がこのね、スケスケのところでシャワーを浴びるっていうね、ジェッジスタイルですけども、ちなみに僕は今日一人です。なんで僕がここに選んだかと言いますと、外露天風呂があるんですね。これが目当てでね、覗かれちゃうかもしれないじゃないですか。ダブルベッドの横に飛び込むみたいな、そんな貧乏セット僕知ってたね。ファイアドリーム。こちらアメニティは揃っていますね。これフィエスタ、アイズワンの曲なかったっけね。ちょっとカメラからご飯見えるのやめてもらっていいか。鏡が多いからさ、鏡の後ろに誰かいるんじゃないかっていう怖さ。しかも京都ですさ。なんかバカみたいじゃない、本当にありがたいよね、こんな綺麗に置いてもらって。ここまでしなくちゃいけないのかね、旅館って。ちょっとぐちゃぐちゃにしていこう。なんでこんなことしたんだろう。登録者100万人いたら多分炎上するよね今ので。で、この自称アートみたいなアートを通り過ぎて2階に行きますと、和室といったところでしょうか。ここもまた狭いですね。はい、冷蔵庫にお茶ですね。ここにポットがあるんだけど、水を入れる場所が1階にあるの。1階まで汲んでこいっていうスタンス、結構いい根性してるよね。そんな水道水で汲むなんて、そんなはしたないことしないのか。あれだった、ペットボトルの水があったわ。これでわざわざ入れて汲めっていうスタンス。こちらにはコーヒーと玉露。あの死にかけた時のモールス信号用の懐中電灯かな。ちょっと使ったか分かんないです。死ぬの待ったらしい。で、こちらは何でしょうか。何のつもり。徹子の部屋かしら。始まりました、徹子の部屋。ちゃんと顔だけでも映してもらっていいですか。旅館ってなんかさ、クレーンだわな。 YouTube 撮影向いてないわ。すごっ。ラウンジつってるか、何これ。自分でやるスタイル。これ無料でもらえるのかな、うん、もらえなかったら気まずいからやめるね。有料なのか無料なのか分かるスタイル、ね、俺が一番さ、このより恥ずかしいと思うのがさ、自分が権利を持ってると錯覚することなんだよね。それが旅館とかだったら怒りやすいじゃないですか。なんで今日俺がこんな旅館を取ったかと言いますと、先月の目標いたじゃないですか。旅館を一人取ってみたいっつってね。その目標を考えるためにやってきまいりました。で、ちなみに僕靴下は両足で揃えないタイプの人間です。お父さんに怒られちゃう。だから目標は叶えましたね。うん、よかったよかった。ちなみにこの旅館の値段は6万円ぐらいですね。あんまり旅館とか一人行かないからさ、6万円で値段が安いのか高いのかあまりわかんないんだけども。冷静にギロ高くねえか。誰か金銭感覚を返してください。まあ6万だったらなんか2週間に一遍かさ、1ヶ月に一遍ぐらいの動画でさ、京都ならではの旅館を紹介しますみたいなことができそうだよね。誰と来たのかは本当にわかんないんだけどさ。どうする、ダブルベッドだからさ、うちはポートしてみたいな。ダブルベッドだからなんかダブルベッドで大社員をして、なんか旅館ぶち壊しましたみたいな動画撮ってみたいな。10年前の YouTuber。 じゃあみんな一緒に枕投げしようよ。普通はさ、こういうホテルで着いたらさ、みんな他のグループの仲間とかと一緒になんか晩飯みたいな感じの動画撮るんだろうけどさ、ぼっちだしさ、夕食つけてないから何も企画ができないんですけど。添い寝系 YouTuber になる。悩みがあるんだろ、聞いてあげるよ。クソガヤだ。着替えます。津田健次郎です。ルームツアーということで、高級レバーなんだけど、あんまりデカいホテルではなくやることがないので本当に、なんで来たんだろうここ今日。まあ病んだエピソードみたいなものをね、持ち寄ってきたので、ちょっとそれを読んでね、みんなの心に寄り添いながら、僕と添い寝をしながら ね、この美少年と添い寝をしながら、声優さんのラジオを聞くような気持ちで。プリ画像っていうアプリで YouTuber の妄想創術かっこ R18 系を書いていたのが学校全体にバレたと。なるほど。これは僕だったら多分死んでるんだけど、まあこんな黒歴史がバレてもあなたはまだ生きて、その自分の強さをもうちょっと見てあげてください。僕だったら死んでます。でもあなたは死なずに生き延びた。それって強さ以外の何者でもなくない。その強さを褒めてあげな。自分一昨日決まった浪人。僕は正直現役合格だからわかんないんだけど、僕は正直学校に行かずに受験勉強してたから、ほぼ浪人みたいな高校3年生の生活だったんですね。学校に行かずに勉強できるってすごく僕にとっては有意義っていうかね。俺勉強自体はそんなに嫌いじゃなかったから。なんといっても浪人生はさ、教師ってものがいないから YouTube 見ながらだらだら勉強ができるんですよね。切羽詰まったり具合とかさ、志望校の度合いによるけどさ、東大目指してますとか言ってさ、こんなアドバイスを送るのは微妙かもしれませんけども、この勉強のアドバイスはもしかしたら言っちゃいけなくて、なんか林修に吹き荒れ殺されるかもしれないけども、これね、昔も言ったかもしれないけど、僕は永遠に勉強してた。なんか勉強して休憩して、勉強して休憩してみたいな感じで、勉強苦行と決めつけちゃってるんだよね。勉強すらも楽しいものであってほしかった。効率が悪くてもね、さすが
それが、たとえそれが。だから僕は YouTube を見ながら、ラジオを聞きながら、僕の勉強方法は永遠に効率の悪い勉強をし続けるですね。切り替えるんじゃない、もう永遠に勉強してんの。YouTuber っていうのはあんまり見れないかもしれないけど、ラジオとか、あとね、僕のおすすめは PV だね。僕高校3年生は、AKB オタ兼乃木オタだったので、乃木坂の PV とかを見ながら勉強してましたね。俺が高3の時にね、乃木坂が PV 集を出してね、その PV 集を出したからっていうことで、YouTube に公開してた全ての PV 映像はね、ショートバージョンになっちゃったの。フルバージョンからショートバージョンに切り替わる瞬間立ち会ったから、ね、タリーズの中で。それくらい聞き漁ってたね。無口なライオンとごめんねずっとっていう曲があったんだけど、この2つがね、フルであったの、YouTube 昔は。今はないじゃないですか。PV 集なんて出しやがって。小野賢章のファンクラブに入った2週間後に、ザーさんとの結婚が発表された時、なんか FC って言葉と2っていう数字があるせいで、FC2 の会員登録しましたっていう変態からのメッセージかと思っちゃった。以上、給食の時に好きな人の顔面に牛乳を吹いてしまったこと。だからこれにも言えるのは、僕はこんな黒歴史をしたら、僕は死んでます。でも、あなたは生きてるんです。こんな僕だったら死んでしまうような黒歴史をね、給食の時に牛乳をね、しかも牛乳って臭いよ絶対、男の顔面に白い白濁液を吹きかけるわけですよ。あ、女の私が男の顔面にぶっかけるなんてちょっと興奮するかもみたいな感想を抱いたでしょ、あなた。そんな感想を抱いたことですら、じくじたる思いになってしまい、僕だったら死んでるんだけども、あなたは生きたんです。男の顔面に白濁液をぶっかけてもね、その生き続けてることの強さをもっと褒めてあげてください。皆さんも気づいた通り、なんか不毛な時間なのでもうやめますね。なんかこの服装さ、松坂桃李に見えない。だから殺害予告が来るっちゃ来るんだから、やめましょう、こういうこと言うのは。旅を使えばこれで癒されますね、はい、旅はしてないんですけどもね、同じ京都市内をかけてしまっただけなんですけどもね。待って、露天風呂とか最高だね。幸せ。これはもう月1ごとの恒例企画にしようかな。ここに露天風呂あって、ここガラス越しにベッドがあるんだよ。ちょっと僕の脱ぎ散らかしたもの見ないでよ。エロ MS タイムってここのことだよ。エロ MS タイム、エロ MS、 みんな知ってる。エロ MS タイムってコロナ期間で皆さんもあんまり旅とか行ってないかもしれませんけど、まあ僕は京都だから特別かもしれないけども、地元にもねちょっとした旅館があるかもしれません。で見たらね、気晴らしに行ってみるのがすごく心のメンタルが清まると思いますよ。俺今すごい清まってる。こんな露天風呂って本当におすすめ。合法的に太れば全体になれるんだよ。待ってさ、この話やめようかな。最近気温のせいとかなんか捕まったもんね。ということで今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれたら世界が恵まれます。7公式 Twitter、Instagram はこの動画誰得？それでも楽しみに見てくださいね。じゃあ、ゲンポン。朝食が来るということで叩き起こされました、七尾でございます。朝食はこんな感じでございます。飯。何これ、パプリカ、マグロ、朝からマグロなわけないよね。え、なんかすごい嫌なんだ。嫌だとか言っちゃダメだ。名前のわからない料理がさすがに多すぎて、ね、京都って素敵だねっていう話でございます。では、現場からも以上になります。皆さんも、月に一回こういうことをしてみたら、てめえは誰だ？